デトロイト・レッド・ウィングスは、アメリカ合衆国ミシュガン州デトロイトを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1926年に、太平洋岸、ホッケーリーグがその歴史に幕を閉じると、そのリーグで最も優秀な成績を収めていた、チーム、1925年のスタンレーカップ発射の、ビクトリア・クーガースが NHL への参加を認められた。 自動車の街デトロイトには当時アイスホッケーのアリーナがなかったためにビクトリアからデトロイトと改名したクーガースは3カ所年度をオンタリオ州ウィンザーでプレーする。そして1927から1928シーズン中に新たに落成されたアリーナデトロイトオリンピアに移転する。クーガースはチーム得点王のカーソン・クーパーの活躍で1929年に プレイオフ初参加を果たす。そして、トロントメープルリーフスとの2連戦で2対7で、負け越した。1930年、クーガースは、ファルコンズと名称変更するが、リーグでの成績は最下位あたりを彷徨い、チームの憂いは続く。1932年、ジェームス・ノリスのチーム買収に伴って、チーム名が、再び解消されデトロイトレッドウィングスとなる。 この名称となって、初年度に NHL のプレイオフでチーム初の勝利を飾る。このシリーズでは準決勝でニューヨークレンジャーズに敗退する。1934年47試合21ゴールのジョン・ソレルチーム得点王のラリー・オーリーらの活躍で、スタンレーカップに初参戦、決勝でシカゴ・ブラックホークスと対戦するが、実力に勝るシカゴは、 デトロイトを第4戦で退ける。1936年レッドウィングスはトロントメープルリーフスをストレートで下し、初のスタンレーカップ優勝を達成する。この時のメンバーには、チーム得点王のマーティバリーリーグ屈指のディフェンス、エビーグッドフェローラがおり、ベンチの中からコーチのジャック・アダムスが指揮を取った。引き続く1937年もレンジャー相手に全勝し、 スタンレーカップを連続獲得する。その欲気は不調にあえいで、最下位の成績で終える。人用を再編成し、望んだ1939年には、プレーオフに再参加し、1940年初頭には、スタンレーカップ決勝に3年連続で進出した。1941年には、ボストンブルーインズにあしらわれ、1942年には、 トロントメープルリーフスに3連勝した後、4連敗で破れ去るありさまであったが、1943年には、シド・ハウ、マット・ブルネットが、それぞれ20ゴールを決め、ブルーインズを破って、チーム3度目のスタンレーカップ優勝を果たした。1940年代の残りの年も、競合として、プレーオフには、毎年参加し、決勝に3度進出した。 1946年レッドウィングスに NHL 史上でも最高選手の一人に数えられる者が加入する。サスカチュワン州フローラル出身の右、ウィング、ゴーディ・ハウである。彼は加入年度は7ゴール22ポイントしか獲得できず、その後数年も泣かず飛ばずであった。翌年、ハウはシット・エーベル、テッド・リンジーと組んで当時リーグでも指折りのラインを形成した。 リンジーの33ゴールの活躍で、スタンレーカップ決勝に参加するもこの年は、メイプルリーフスに完敗する。翌年もカップ決勝に進出するが、メイプルリーフスにまたしても敗北する。レッドウィングスは1950年のスタンレーカップ、決勝対レンジャーズ戦で、ピート・ババンドの第7戦ダブルオーバータイムのゴールにより再び、優勝カップを獲得する。 1951年は準決勝でカナディアンズに敗れるが、翌1952年はハウ、エイベル、リンジーのトリオに2年目、ゴーリーのテディー・ソー・チャックが加わり、5度目のカップ優勝を成し遂げる。1953年には、左ウィングのエイベルがレッドウィングスからシカゴへ移籍し、彼の代役はアレックス・ベルベッキオが務めた。 1952年のプレーオフからレッドウィングスの伝統であるタコ投げが始まった。これは、とある地元の魚屋の主人が、スタンドからリンクへ一匹のタコを投げ込んだことに由来する。この主人は、レッドウィングスがスタンレーカップ優勝するためには、あと発勝が必要であったことから、タコの足の数に気持ちを託したと伝えられる。チームはこの年、対戦相手を連覇し、 優勝した。また、1952年には、オーナーのジェームス・ノリスがこの世を去り、娘のマーガレットが、レッドウィングスの会長兼理事に就任する。1953年のプレーオフでは、ボストン・ブルーインズにどんでん返しを食うが、1954年、1955年と、スタンレーカップに連覇を達成する。1955年のオフシーズンには、オーナーのマーガレットは、 母親の命によりチーム経営権を弟のブルースに移譲する。1956年もカップ決勝はデトロイト対モントリオールのカードとなるが、今度はモントリオールが雪辱を果たした1957年は30ゴールとリーグトップのアシストを決めたテッドリンジーが NHL の選手組合の創立に参画する。他選手は自らの契約について、 ふっかけるようなことをしなかったが、ブルーインズにプレーオフ1回戦で敗れた。また1959年には21年ぶりにプレーオフ出場を逃した。この後数年のうちレッドウィングスはチームの若返りを図って1961年から1966年の6年間に4度のカップ決勝進出を果たす。しかし、ハウ、デルベッキオ、ノー・ムールマン。 パーカー・マクドナルドら有力フォワードや堅実なコーリーの総チャック、ロジャー・クロージャーをもってしても優勝はならなかった。1960年代終わりからチームは低迷が続きおよそ20年余りにわたって抜け出せないような泥沼状態に入る。1967年から1983年までプレーオフ進出はわずか2回、しかもそのうち1度しか勝利できなかった。 1972年には突如立ち上げが決まったワニ・ハウが参加する。1970年代を通じてミッキー・レドモンドはシーズン50ゴールを獲得し、マーセル・ディオンはその選手生命の森を迎えようとしていたが、ディフェンス力と有力ゴーリー不足に常に泣かされることとなる。1979から1980シーズン中にレッドウングスは本拠地を デトロイトオリンピアからジョールイスアリーナに移転させた。1982年にはオーナーのブルース・ノリスがチーム経営権をマイク・イリッチの創業者に譲渡し、50年間にわたる家族経営はここに幕を閉じる。1983年、レッドウィングスはドラフトでセンターのスティーブ・アイザーマンを獲得した。アイザーマンは1年目から攻撃面で活躍を見せ、 チーム復活の原動力となった。この年、ジョン・オグロドニックが42得点、ロン・デュグウェイも30得点を挙げ、6年ぶりのプレイオフ進出を果たした。1987年になると、攻撃陣には、アイザーマンに、ペトル・クリーマー・ダム・オーツ、ジェラルド・ギャラントを加え、守備では、ダレン・ビッチ、新コーチに、ジャック・ディメアが就任すると、当時の上昇軍団をいらずに、 第5戦で敗れ走ったものの、久しぶりにカップ準決勝に進出を果たした。翌1988年にも同様の活躍を見せ、準決勝まで勝ち上がった。1989年、アイザーマンは自己ベストのシーズン65ゴールを挙げたが、チームは第1ラウンドでシカゴブラックホークスに敗れる波乱があった。翌1990年は、 アイザーマンの62ゴールも実らず、チームはプレーオフを逃した。この後ディメアコーチは解任され、その後、チームはプレーオフ進出を逃すことがなくなった。また、アイザーマンにセルゲイ・フェドロフ、エムホーサーのキース・プリモーが加わり、1990年代のおなじみの顔ぶれが揃った。1992年、チームは レイ・シェパードとトップディフェンスのポール・コフィを獲得した。また、ほぼ同時期には、スラバ・コズロフ、ダレン・マカーティ、ウラジミール・コンスタンティノフ、ニクラス・リドストロムをドラフトで引き当てている。1993年には、NHL 史上最多勝利数を誇るスコティ・ボーマンが、コーチに就任。 その2期目に1994年から1995年シーズンのストライキでシーズンは短縮されるが、ボーマンは29年ぶりにスタンレーカップ決勝にチームを導く。この後もチームにはスター選手加入が続き、ドラフトでは旧ソ連のスーパースターディフェンスマン、スラバ・フェチソフまたトレードではイゴール・ラディオノフを獲得した。1996年には、 プレイオフ3回戦でコロラドア・バランチに敗北を喫するが、このシーズン中に獲得したブレンダン・シャナハン、ラリー・マーフィラの活躍で、翌1997年にはフィラデルフィア・フライヤーズをストレートで下し、スタンレーカップ優勝を飾った。これは、実に1955年以来の快挙であった。しかし、優勝直後の1997年6月13日、 ウラジミール・コンスタンティノフ、フェティソフが乗ったリムジンが自動車事故を起こし、コンスタンティノフは意識不明で数週間を過ごし、農村傷をにより、突然引退を余儀なくされた。1997から1998シーズン、チームはコンスタンティノフに捧げようと奮戦し、ワシントン・キャピタルズを4連勝で破って、カップに連覇を達成した。 その試合にはコンスタンティノフも車椅子で観戦に訪れゲイリーベッドマンコミッショナーからカップを受け取ったアイザーマンはコンスタンティノフにカップを手渡したこの頃になるとレッドウィングスはコロラドアバランチとの熾烈なライバル関係に突入する1997年にはチームは第3ラウンドでアバランチを破るが1990年2000年はアバランチが 第2ラウンドでレッドウィングスを下し、この2チームの対決は屈指の激戦が展開される。試合になると、コロラドのゴーリー、パトリック・ロワとデトロイトのゴーリー、マイク・バーノンの間では激しい言い,い争いが起こる。2001年、レギュラーシーズンをリーグ2位で終えたデトロイトは、プレーオフ1回戦で、ロサンゼルス・キングスに、まさかの敗北を喫した。このオフシーズンには、フリーエージェントで、 ゴーリーのドミニク・ハシェックと、右ウィングのブレット・ハルを獲得し、2002年、スタンレーカップ優勝を遂げた。この時は、下馬評通り、レギュラーシーズンのリーグ最高記録を塗り替え、第5戦で、シンデレラチームのカロライナ・ハリケーンズを下した。なお、このシーズン終了後に、スコッティ・ボーマンとドミニク・ハシェックが対談した。2002年、新コーチのデイブ・ルイスとゴーリーのカーティス・ジョセフが、 加入するが、一回戦でマイティダックスオブアナハイムに、まさかの4連敗を喫した。2003年から2004年シーズンには、ドミニク・ハシェックが、現役復帰を遂げ、チームに加入した。これにより、デトロイトは、カーティス・ジョセフ、マニー・レガセに加えて、バックアップに、ハシェックの3号リー体制を取ることとなった。カーティス・ジョセフは、 NHL 選手でも最高年俸を獲得する選手の一人であるが、時にあるでデトロイトの参加チームでプレーすることもあった。結局のところは、その後ハシェックは股関節を痛め引退し、カーティス・ジョセフがチームをセントラル地区優勝、そして西カンファレンス優勝へと導くことになる。また、この年のトレード期限寸前でワシントン・キャピタルズから、 ベテランセンターのロバート・ラングを獲得した。2004年のプレーオフ1回戦では、第6戦でナッシュビル・プレデターズを駆逐した。しかし、2回戦でキャプテンのアイザーマンを第5戦に目の大怪我で書き、続く第6戦でカルガリー・フレームスに敗れ去った。2004年のオフシーズンでは、チームはフリーエージェント市場での選手補強よりも、自己の戦力維持を目指した。 ゼルカトロフィーを受賞した、クリス・ドレーパーとは4年契約を更新し、キャプテン、アイザーマンとは単年度の契約をした。また、ブレンダン・シャナハン、ビジー・フィッシャー、ジェイソン・ウィリアムズ、マシュー・ダンデル・ノーラーの選手と共にあまり看護し、成績を残してはいないデイブルイスとも契約更新を行った。その一方で、ベテランフォワードのブレッドハルは、フェニックス雇用手図に移籍を決め、 ホワードのボイド・デベローラと共にチームを去った。2005から6年、2006から7年ともに、プレーオフでは思うように勝ち上がれなかったが、2007から8年は、実に6年ぶりとなる、スタンレーカップファイナルに進み、4勝2敗でペンギンズを下した。ヘンリク・ゼッターバーグが、レギュラーシーズンでは、自己最高となる43ゴール、プレーオフでは27得点を挙げ、 プレーオフ MVP に選出された。2008から9年、会長賞は3のゼシャークスに譲ったものの、再びスタンレーカップファイナルに進出し、2年連続でペンギンスとの対戦となった。しかし、この年は3勝4敗で敗れた。ビリー・レーノやジョナサン・エリクソンなどの若手が成長した。ありがとうございます。